界の祇園さんという会社にお邪魔して今日1日社員として働かせていただきます。でもこれ想像の 1.2 倍ぐらい楽しいです。毎日続けていける人、そういう人と一緒に働きたいなって。どうもしゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は物流業界の祇園さんという会社にお邪魔して今日1日社員として働かせていただきます。採用担当の浜田さんです。よろしくお願いします。お願いします。制服もいただけるということで、はい、こんにちは。ありがとうございます。全力で働かせていただけたらなと思ってます。理想ですか？祇園にいそう。この学校で一日馬車馬のように働かせていただきます。ということで皆さんも実際に働くリアルをお届けできたらなと思ってので、最後までよかったら見てください。それで行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、ということでこれから祇園さんの入荷と検品の作業を体験させていただきます。ちょっときついらしいので頑張って心を引き締めてやっていこうと思います。行きましょう。頑張りましょう。はい、お願いします。失礼します。本当に新入社員みたいな見える、ね、全然いてもおかしくないよね、うん、いそうだもん、ね、すごい。よろしくお願いします。すごいですね。これ全部飲料ですか？すごい。こんなに大量にあったら2、3個作るの大変ですよ。ダメ。これか、検品は。じゃあ、早速。そうですね、手前の方から。はい、ここまで検品するんです。そうですね、はい。すごい。大変だ。普段はね、なんだかんだでやっぱりアイテムだけでも3アイテムぐらいの。3アイテムしたらもう、狂っちゃいますよ。これでやったら多分3本ぐらいある。よし、じゃあ、行きましょう。やりますね。はい、どうぞ。レシートをケースを確認してください。はい。はい。レシート合ってますか？はい、合ってます。先ほどのラベルが出てくるので。俺これ多分切るのが下手で毎回詰まっちゃう気がする。よし。じゃあ行こう。頑張ろう。いやでもこれ想像の 1.2 倍ぐらい楽しいです。気持ちいいですね。結構倉庫の作業ってゲーム感覚で。ゲーム感覚ですね。これは完全に。これ毎日やるとまた変わってくるのかもしれないですけど、現時点ではすごく楽しいです。その通り。よし、はい。またいつもありがとうございますって感じですね。飲み物とかも普通に飲んでるけど、検品の人の気持ち考えたことありますか？皆さん大変ですよ、意外と検品。はい、ということでさっき運んで検品したものがこのエレベーターで上がってきて機械に乗せて格納といって運ばれる、納品されるっていう形になってます。ここに在庫として保管したりとか、ここから運んだりするらしいです。もうちょいですか？あ、そうですね。うん、ここまで。あ、じゃあそのぐらい大丈夫です。はい、すごい。どこにとか書いてあるので、今3のところまでしてください。これ3万歩歩くわ。あったぎのよ。4月よ。ああ、1日違い。1日違い壊れよ。それも入れ替えます。はいはい。1日違い。必ずこれは一旦下ろしてください。うん、パレットは。うん。まだ危ないんで。うん。すみません。出たよこれ。出たよ。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ。ああ、よし、次行きましょう。たこ焼きの想像全くできんな。あ、これか。これなんでボールペンじゃないんですか？ボールペンのインクが固まってしまって、出なくなって、カスカスになって。そういうことですね。こんな大変なんですね。これびっくりしました。もう全部痛いです。体の全部が痛い。あったかい。どうでした？こんだけ大変だとは思わなかったですね。なんか意外と運ぶスピードが速くなったりすると、そういう楽しさはあるんだろうなと思いますね。セブンイレブンでのアルバイトを思い出します。似たような感じですね、容量としては。容量としてはさっきピッてしたやつが流れてきたので入れようと思います。じゃあ、はい。ずっとやってみたかった仕分け、やっていこうと思います。できるかな。めっちゃお腹空いてきたわ。体力の消耗がやっぱ全然違うね。今のところミスないですか？今のところは大きいミスはないですね。珍しく素晴らしい、うん、広いなー。それにしても自分がどこにいるかわからんもんな。よし、じゃあ行きます。バーコードの手前です。ヘロヘロの23歳社長。後ろ気をつけて。これ大変ですね。まだまだこれ朝から夕方までずっとこの作業は。なさに楽しくなりました。いや、でもリアルに体験できて嬉しいですね。ということで、午後も頑張ろうと思います。今から何するの？いや、わかんない。次のミッション毎回言い渡されないこの。ドキドキ。ヘトヘト。なんか本当動画用とかじゃなくてちゃんとヘトヘトだよ。今からやっていただくのは一つのアイテムでたくさんの量が出るものをあらかじめ台車にもう積んでもらうんですよ。僕が台車を作るから。作るから。台車を作る。パワーですもん。台車を作る。待ってでも冷たいここ。気持ちいい。体温上がってるから。祇園さんに入社するときここ冷たいの。悲しいよ。冷たいからちょっと舐めたくなった。祇園のオアシス。ってみましょう。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。下からね、はい、どんどん積みましょう。頑張れ。積みすぎるぐらい積みましょう。積みすぎはダメ。そうだよね。ラスト。よし。勝手感がある。この間のマイナス45度の冷凍庫一回入りたいですね。暑いですか？暑いですね。こうやってね、物流って一口で言ってもこういう裏側とか、こうやって実際に運んでる人がいるっていうのを知れたのはすごくいい経験ですね。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。まだ終わりじゃないです。まだ終わりじゃないです。あれ、何終わりみたいな感じで言ってますか？まだメインが2つある。メインが2つあるんですね。行きましょう。行き先ごとのシールがあらかじめ出てますので、シールを貼ってもらうっていう形で貼り方コツがありますので、お手本を。シール名人の山口さん。よろしくお願いします。シュン急いで。やばいやばい。2周目入る。今から多田さんのトラックの運転の横に座らせていただくということでよろしくお願いします。実際毎日これで運ばれてるそうです。早速乗り込もうと思います。すごい。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。すごい楽しみ。はい。ね、違って乗りやすいですね。気分的にいいですよね。すみません、ご馳走になりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。うまい。ほっとしますね。こういうのが幸せなんでしょうね。そうですね。やっぱ表出ると、ほっとこう、した時っていうのは、やっぱいいですね。いいですね。多田さんが仕事大変だなって思う瞬間って、いつですか？朝の積み込む時に冷凍庫の中で積むんですけども、夏場、まあ、この時期だと、そのあったかいので、そんな苦じゃないんですけど、冬場ですね、とてつもなく冷え切っている。体がなかなか思いで動かない。冷凍庫も寒いし外も寒いしっていう。その中でもなんでやり続けられてるんですか？やっぱ周りの社員というか環境がすごくいいというか、なんかあったかい人多いなと思いました。そうですね。一見本当に見た目とかも怖い人とかに関してもすごく優しい人の方が多いですね。ちなみに何時から出社とかって決まってるんですか？早いところだと3時ぐらいに出勤、遅いと6時ぐらいに出勤。遅くて6時なんですね。そうですね。早いですね。はい、じゃあ土日とかはお早起きするんですか？土日とかも基本的には出勤なんですよ。365日。え、365日稼働してるんですけど、はい、シフトで休み。ああ、そういうことですね。びっくりしました。365日働いてるのかと思いました。死んじゃいます。お疲れ様でした。どうですか？一通りのお仕事体験させていただいて。フルマラソン走った気分。何が一番大変だった？なんだろうね。やっぱ重いの持ち上げる経験ないからね最近。暑いのと寒いのとプラス重いのと、たまに軽いので軽いとなってる感覚で重いの持ち上げると腰やるんだよね。社員さんとかすごいスピードで作業されてたよね。プロでしたね。完璧なプロでした。あの方々は本当に尊敬しますもん。ツヤサイダーこんなうまかった。かも撮影ある程度終わってもなかなかねやめさせてくれなかった。違う、ジュンが最初にきつい仕事も全部やらせてくださいって宣言してたからですよ。その通りなんですけど、ちゃんと仕事が終わるまでやめさせてくれなかったから本当体験ができた。マジであれはほんと働く経験ですね。ギリギリまでお仕事くださった須藤さんいえ、こちらこそもうやりたがってたんで動画とか関係ないですしね。やりたがる割にね、途中からもういいですみたいなありえない厳しいご指導ありがとうございました。こちらこそお疲れ様でしたインターン生だったらやっぱ不採用ですかね。不採用ですねYouTube 頑張るじゃん。はい、ということでこちらリオンさんの人事部の浜田さんです。本日は働かせていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。祇園さんとして一緒に働きたい人とか採用したい人をお伺いしたいなと思ってます。今日仕事を体験していただいて分かったと思うんですけど、自分のやってる仕事に集中しがちだと思うんですね、なのでゆくゆくはああいった仕事をしてる人たちに指示を出す司令塔としての役割を果たしてもらいたいな、そういう立場でも仕事をしてもらうことになるので、自分もこれをしつつ周りを見れるような司令塔の人、そういう素質を持ってる人と一緒に働きたい。プレーもするし指示も出すし、人に入ってもらいたいなっていう。そうです。コツコツと努力ができる人だったりとか、あとは何度転んでも失敗しても前に進んでいける人、そういう人と一緒に働きたいなって思いますね。下の基礎とかコツコツやるのが苦じゃない人とか得意な人が結構向いてるなってやってみて思いました。あれだけたくさんの商品に扱ってるのでミスもあるだろうし、連携プレーがうまくいかないこともあるかもしれないんですけど、1回でそれを覚えられる人って絶対いないと思うんですね、それを何度も繰り返しチャレンジすることで自分なりの連携プレーを覚えてみたりとか、自分なりの人たちとの関わり方を見つけていけるだろうし、それが楽しいなって思えるような人、苦じゃなくてそういう人と一緒に働きたいと思うし、そういう人だとすごい楽しめる。僕やってみて思ったんですけど、意外と見ているもう景色と実際やってみると全然違うじゃないですか。だから大変っていう印象が受け取る方も多かったし、実際大変ではあると思うんですけど、意外と楽しかったりとかやりがいを感じる部分がたくさんあったなっていうふうに思ったのと、あとは個人プレーに見えるんですけど、意外とチームメート的な方と関わる機会とかコミュニケーションする機会も多いなと思ったので、単純なように見えてやりがいが複数あるなっていうふうに思いました。そう思ってもらえて嬉しいです大変ではあったんですけど、使命感がないとっていうのはやっぱり感じますね、それを感じられる仕事ですし、物流ってインフラになりますけど、その中でも本当に生活に直結してるものなので、それを止めちゃうととんでもないことになっちゃう、お客様っていうその会社様に迷惑をかけるとかっていう話だけじゃなくて、奥にある生活してる人々にもすごく影響を与えちゃうので、そこがあるからみんな物流が跳ね上がって大変だなって思う時でもちゃんとそこを時間通りに出荷させないといけないっていう使命感ですごく頑張ってますね。ということで長い間本当にありがとうございました。ありがとうございます。今日は絶対にぐっすり寝れると思いますありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。